第内4戦目15位。会見でトろ、今やっていることに不安は、全くない女子ゴルフの国内ツアーアークサレディスは28日。宮崎、ムクックで最終日が行われ、32位で出た、渋野ひな子、サントリーは4バーディー。1ボギーの69で回り、通算4アンダーで15位だった。次週は、海外メジャー初戦。 ANA インスピレーション、4月1から4日に出場し、米ツアーを転戦する。試合後の会見では、強い信念を持って臨むことを明かした。最終日に意地を見せた。渋野日向子は出だしの10番でバーディー発進。18番では雨で一時中断したが、リズムは崩れず、再開後にバーディーを奪うなど前半で2つ伸ばした。 後半はチャンスを決めきれない場面もあったが、69で、回った。前日は上がり2ホールで、まさかの連続ダブルボギー。ホールアウト後には、納得いくまでと時間をかけて修正した。昨日と打って変わって、ショットの調子がいいなと、自分でもわかるくらいだった。ボギーを打つ要素が少なかった。外してしまう場面もありましたが、 嫌な外し方じゃない感じだった。本当に納得のいくショットが多かったなと思いますと振り返った。来週からは米ツアーを転戦する。2021年の国内ツアー4試合は13位。57位。11位。15位。2019年11月以来の優勝には届かなかったが、こう言い切った。 今やっていることに対する不安は全くない。周りにどうこう言われても関係ないですし、いろいろな意見があると思いますが、決めたことを最後までやりきりたい。始めたばかりですが、やりきれているとは思っています。それをこれからも、日本でも、米国でも、どんな場所でも自分の意志を貫いて最後までやりきりたい。 4試合をあって、今こうやって思います様々な意見に対し、その評価に負けないように19年の全英女子オープン、優勝などを支えた、青木昇ー地から、昨年限りで、卒業。オフには、男子プロの石川良、歌手からスイングの助言を受け、フォーム変更に着手し、試行錯誤を続けている。 新たなチャレンジに様々な声が上がっていることを認めながら、はっきりした口調でこう続けた。雑音が入ってくるというよりは、世界中にいろいろな人がいると、それぞれ思うこともたくさんあると思う。そうやって思ってもらえることもありがたいですし、今までの方が良かったって思ってくれる人もいらっしゃるとは思います。でも、 見てくださっていることがすごくありがたいです。今やっていることを肯定してくれる方もいますし、赤の他人の自分を評価してくれることはすごくありがたい。でも、その評価に負けないよう、自分も左右されないように意志を貫いてやりたいなと思います良い時はもちろん、結果が出ない時にも注目される。 様々な声に対しありがたいと感謝しつつ、同時に自身の信念を貫く強い覚悟も明かした。夢は5つつある海外メジャーの全制覇。将来を見据え、今は目先の結果よりもさらなるレベルアップを図っている。とりあえず予選通過できるように頑張りたいと語る海外メジャー初戦。 そしてその先のベイツアー天戦へ、渋野雛子は決してブレることはない。次のオーディオビデオでお会いしましょう。